始まりました。チェイサー再生プロジェクト第2章。ところで第1章で完成したあのチェイサーなんですが、現在は新しいオーナーの下で元気に走っているようです。いやー安心しました。このチェイサーも24年前の車とは思えないほど新車のように蘇らせてみせますんで、その過程をどうぞお楽しみください。群馬の電トリペア職人の瀬野木モータースさんから次にタヌグスさんが向かった先はここですね。果たして24年分の積もり積もった赤を全てきれいにすることはできるんでしょうか。そしてなんと後半にはあの有名 YouTuber も登場しますんで、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで再びコーティングのトリルさんまでこのチェイサーを持ってきたわけなんですけど、はい、佐藤さんどうも。どうもよろしくお願いします。先日ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。またようこそお越しくださいました。もうカプチーノもピッカピカになって、いや、ありがとうございます。コメントもね、だいぶ嬉しいコメントをいただけてたので、はい、温かいコメントありがとうございます。ほっとしました、はい、で、今回はチェイサーなんですけど、これまた古いチェイサーなんで、そうですね、またちょっと渋いの持ってきましたね、はい、平成9年式、はい、およそ20年以上前ですかねの車なんですけど、ただこれ前のオーナーさんがすげえ気を使ってメンテしてたみたいで、すごい綺麗ですよ。ですよね、はい、自分の年代でいうとやっぱりすごく懐かしい車なんですよね、はいはいはい、懐かしいですよね、はいはい、マーク2とかチェイサーとか、うんうん、まあ、ツアラー V で特に人気があった色ですよね。パールホワイト、パールホワイト、そうですよね、はい、前期で、はい、結構パールホワイトの人気あって、うん、この、まあ、パールホワイトとかダークグリーンとかこの年代のトヨタ、うん、なんか癖みたいなもんあるんですか？癖はありますね。まあ、あ、そうなんですね。そう、癖はありますよ。この年代癖が強い感じです。あります。これ実はですね、ここに来る前に群馬の、はい、電トリペアさんでルーフベッコベコだったんですけど、直してもらったんです。すごい綺麗になってますね。めちゃくちゃ綺麗になってますよね。うんうん、まあまあゴリマッチョな瀬野木さんって人なんですけど、はい、ああ見えてすげえ腕がいい。デントリペア屋さん、リゲンで出ないけどはい、はい、結構ボディの状態はいいとはいえ、いや、いいですね。いや、いいですよ、うん、すごく綺麗に乗られてたんだなっていうのは、うんうん、車を見ても伝わりますね、うんうんうん、ただまあこの年代のトヨタのやっぱパールホワイトってやっぱりね、こう樹脂の部分とかはどうしても紫外線の影響でやっぱ焦る、うん、ちょっと黄ばんでくるとかね、こういうふうにもう色が完全に抜けるとか、ここはもう完全に色がなくなっちゃってますね、このモール。この年代のトヨタ車だけに限らず、まあ国内の全車そうなんだけど、やっぱり当時は弱かったかな、こういう部分ってすごく、うんうんうん、ですよね。もうそれがもう現れてますよね、うん、そうですね、ここに、うん、で、あとはまあこの鉄板の部分と、うんうん、まあ、こういうやっぱ今言った通り樹脂の部分でやっぱすごい色差が出るかなって、ね、まあとはいって綺麗だと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりね、細かく見ていくと年代物の車なんで、うんうん、まあ、ものすごく深い傷はやっぱ見させてもらった感じやっぱ多数あるので、はい、やっぱね、やっぱもう一つやもう二つやはもう全然取り戻せると思うんで、そうなんですね、はい、全然綺麗だと思うんですけど、まだまだ綺麗できる、まだまだ全もっと綺麗になります、ホイールとかどうですか、もっと綺麗になる、ホイールは、ホイールのことなら俺に説明させろって方が見えますね。吉成さんですね。あ、こんにちは、はい、トリルの吉成です。はい、ちょっとずっと裏で見てて、はい、もう映りたくてしょうがなくてうずうずしてました周りにガチガチじゃないですか。そうなんですね。早速ホイールのことを教えてください。はい、そうですね、もう表面結構今パッと見綺麗にされてるなっていうのがあるんですけど、うん、このやっぱナットのところの中ですかね、はいはい、だったりちょっと普段届かないところをブラシでやらせてもらって、うんうんうん、裏側も、うんうん、ちょっと柄の長いブラシで、あ、裏側もやるんですね。はい、そうですね、まあ、できれば本当外して洗いたいぐらい、外して洗いたいぐらいホイールが好きみたいな、まあ、ブレーキダストとかって、はい、なんか特殊な洗剤とかいるんですか？まあ、その鉄粉除去剤だったり、そういう専用の溶剤をちょっと引っ掛けて、ちょっと汚れを溶かして、その綺麗にやるやり方とかは、うん、トリルチャンネルの方で説明できたらいいなと。あ、なるほど、トリルチャンネルに引っ張るって感じです。はい、お願いします。わかりました。じゃあ、あとは内装ですね。内装見ていきたいと思います。はい、はい、それでは吉成さん、はい、室内側なんですけど、はい、室内側なんか気をつけるポイントとかあるんですか？そうです、ちょっとなんか見させてもらって、はいはいはい、
これはもうグレー系の内装ですね、うん、内装結構布物が多くて、はいはい、まあ、ちょっと年式も年式なんでちょっと気を使いながらになるんですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですちょっとあの喫煙者ってことだったので中の匂いもちょっとタバコの匂いも気になるかなってところがあるので。タバコの匂い消えるんですか？そうですね、そのやり方も、はいはいはい、トリルチャンネルの方で、トリルチャンネル、はい、説明できたと思うので、はい、わかりました。はい、じゃあまあ、これ内装は内装で、まあ、結構、年数経ってるんで、その辺も気をつけながらってことですね。そうですね。なんせね、相当な生まれた子が成人になってそれ以上のずっとこのままの状態なんで相当な年月が経ってるんで。そうですよね。相当なものがもうすげえ溜まってるわけですね。そうですね。それも全部取る勢いで。そうですね、もうしっかりやらせてもらいます。まあさっきの言われたポイントとか。そうですね、うん、次の、まあ、トリルチャンネルでそこら辺は、はいはい、まあ、いろいろちょっと説明を加えながら、はい、やっててみようと思うし、はいはい、それでもあれですよね、うん、前編をうちのチャンネルで、はい、まあ、このコーティング編の前編をうちのチャンネルで、後編を、トリルチャンネルさんの方でやるっていうイメージ。はい、はい、そうですね、そんな感じで、はい、またちょっと一瞬案件っぽくなりましたね。案件じゃないですよいやでね、で今日、はいはいはい、いや谷口さん、実は、はい、板金塗装レストア GT さんって有名な、はい、あ、レストア GT さん、はいはい、平沢さんと岡本さん、 YouTuber さんいるんですけど、はい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 、今日実は午後からちょっと仕事の件で来るんですよ。あ、レストア GT さん見えるんですか？来るんです。お、お世話になってます。お世話になってます。あ、そうなんですね。そうなんですよ、で仕事の打ち合わせプラス、はい、レストア GT さんからシビックシャトルを購入させてもらって、はいはい、レスター GT さんの、はい、仕事の打ち合わせプラス、納車も兼ねてるという。あれ佐藤さんが買われたんですね。俺は買いました。そうなん。その様子がこちらなんです。もうね、2年前ぐらいからずっと言ってたんですよ、うんうん、売ってくれ売ってくれ売ってくれって、うん、やっと手放すことになって。あ、絵でシャコタになってっすね。なってますね。かっこいいな。いや、いいっすわ。ありがとうございます、はい、じゃあちょっとカクカクしなきゃっす。本当に買います。本当に買いますか、はい、いや、まさかの。なんなら今乗って帰りたいもん、はい、それを今日納車に来るんで。そうなんです、そうなんです。たまたまなんですけどね。なるほど。たまたまなんですよ、本当に。おうおうおう、うん、それちょっとなんか面白いでしょ。なんかやりませんかね。いや、だからもう一回第2弾どうですか、うん、あれバレなかったらコーティング代ただ。おう、これはね、僕が以前持ち込んだ企画のことなんですが、あれやっちゃいます？その企画というのが、バレなかったらコーティング代ただ、メカドルユキ VS タヌグチャンネル、イエイっていうね、っていう、はい、そうですね。レスター GT さんここに来るとこに、僕がまたポンチャイでまたポンチャイで作業しながら、バレなかったら、うん、ただでいいんですか、はい、マジですか。ちょっとポンチャイ道具ちょっと不十分なんですけど、ちょっといきなり言われたんで不十分なんですけどね。ちょっとはね、じゃあ時間ください。わかりました。だから返信します、はい、おさあでかー社長また来た俺また来た。いや、私、はい、ポンチャイポンチャイ並んどからでくじゃあこれから何する、これ洗車しよう。洗車する。誰来る？あとレストア GT、 お有名な人。私バレないこれただコップカー頑張るコップカー。さあ今回もまたまたバレなかったらコーティング代ただ企画となってしまいましたが、問題はレストア GT の平沢さんが前回のこの企画を見ていた場合、即バレする恐れがあるんですよね。果たしてポンチャイに扮したタヌグさん、トリルチャンネルのエンディングまでバレずにドッキリ大成功となったのでしょうか。はい、チェイサー戻ってきました。めちゃくちゃ綺麗になってる。まあね、このあのモールの樹脂の部分は、まあ、やっぱりこのガサガサなんでね、これはもう交換しちゃいたいと思いますね。うん、ここもね、
ちょっとペイントかけとか、これどうしようもないんだよね、このチェーサーとかって。ここも、再塗装しようかなと思ってます。あと室内ね、もうすげえ綺麗。なんか天井とかも全部、専用の洗浄機で洗ってくれたみたいで、全く匂いがしない。めちゃくちゃ綺麗です。はい、まあ、ここね、このモールね、ちょっと気になるんで、後でね、純正品、まだ新品出るんで純正品に交換しようと思います。いや綺麗になったな。はい、それではリフトアップして下回りを点検してみましょう。福島県ということでね、サビが心配だったんですけど、サビはねほとんどないですね。すげえ綺麗。ただ、アーム類はちょっと腐食してるかなってぐらいだけど、まあ、全然問題ない。これねちょっとオイル漏れしてますね。でオイルパンもへこんでるんで、オイルパンも交換しようかな。それよりもね、ジャッキアップポイントのこの曲がっちゃってるのが気になりますよね。これ直したいな。割と反対側は OK 範囲ですね。じゃあボンネットオープンして中をチェックしていきます。まあまあメンテナンスは割とされてる方ですね。ラジエーターはちょっとまあ交換した方がいいかな。まあまあまあオイル漏れ修理とかして、ターボも交換していきたいかなと思います。そう、ヒーターバルブですね。これがちょっとやばいんで、こいつはまあ要交換ですね。はい、そしてさっき言ってたセンターピラーのモールを交換していきます。ここはねすぐに色あせてしまうので、この車の場合はメッキのステッカーを貼っているんですけど、意外とシール貼ったり再塗装するよりも新品交換した方がお得なんじゃないかなと思います。というのもね、このモール今はまだね1個2000円くらいなので、新品があるうちに交換した方がいいですね。チェーサーのいろんな部品がどんどん廃盤になっているので、部品の供給があるものはできるだけ新品交換した方がいいですね。そうそう、これ外すと必ずクリップもダメになってしまうので、クリップも同時に交換してくださいね。品番は概要欄に書いておきます。ぜひ参考にしてみてください。チェイサー再生プロジェクト第2章はこのパールのチェイサーくんなんですが、マニュアルに乗せ替えてドリフトするもいいけど、ノーマル状態をキープしている車って今ではとても珍しいので、このままノーマルの良さを生かした再生プロジェクトにしようかなと考えております。次はどこ修理しましょうかね。チェイサーのこんな修理が見てみたいというリクエストがありましたら、ぜひコメントお願いいたします。次回タヌグッチャンネルは、お待たせしました、 AE86 再生プロジェクト番外編。ついにあのドクター富松の作品でめちゃくちゃ有名になった超魔改造 AE85 レビンについて取材してきました。はい、富卓チャンネルをご覧の方はご存知だと思いますが、この AE85 とんでもないことになっているんです。次回タヌグチャンネル、いつきくんもびっくり、実際に85を超魔改造するとこうなる。絶対見てくれよな。